ゲームマーケットは電源不要ゲームのみを対象とした有料のゲームイベントである。東京では年2回春と秋に開催される。第1回開催は2000年4月2日。現在の会場は東京ビッグサイト。また関西地方でも年1回開催されている。ゲーム系導入の中でも 比較的マイナーなジャンルとされる、遊ぶのに電源を必要としないゲームにジャンルを限定したイベントで、同人系、商業系問わず多数のブースが出展されている。イベントには、幅広い年齢層が参加しており、一般参加者には親子連れも多く、低年齢層や親子向けのゲームを楽しめる、専用のブースも設けられている。参加者数は、第1回の2000年は、 約400人であったが、2010年あたりから加速度的に増えており、2016春には初めて参加者が1万人を突破した。2017秋からは、さらなる参加者の増加に鑑み、2日間の開催となっている。現在の最多参加者数は、2019秋の延べ約2万9300人。ゲームマーケット事務局の責任者である、カリア刑事は、 日本におけるアナログゲーム文化を根付かせるために参加者を5万人くらいにしたいと語っている。業界関係者の来場やブース参加も多く、安田ひとし鈴木義一郎をはじめとした著名な業界人なども来場、またはブース参加している。またアークライト直営ゲームショップ、ロールロールステーション、ホビージャパン、冒険企画局、グループスン、 ホビーベースイエローサブマリン、メビウスゲームズ、初戦のほか名古屋や広島のボードゲームショップなどもブース参加している。創設者はゲーム研究家であり、アナログゲームサークル、仲吉村とゲームの木の主催も務めている草葉純である。九百九十九年八月に草葉がパソコン通信のニフティゲームフォーラムにてゲームマーケットの可能性というスレッドを立て、 コミックマーケットのゲーム版はできないでしょうかとして、コレクターによるゲームの交換会、販売会、それに絡めた同人ゲームの発表やテストプレイを兼ねた即売会と提案したものが大元のアイデアであった。2009年までは草場を中心とした有志によるゲームマーケット準備会が主催、運営していた。参加者の増加に伴い、2010年からは、 主催がアークライトに変わり、ウニエシステムもゲームマーケット事務局が中心となるなど大きく変更が加えられた。各開催ごとの会場、開催日、参加者数などの詳細は公式サイトの開催データのページを参照のこと。2012年より関西地方にて年1回2月から4月にかけて開催されている。開催規模の拡大に伴い、 以下のように会場が変遷している。蒸気の通り、電源を使わないゲームが扱われている。ブースは、企業、一般のサークル、個人を問わず出展が可能である。出展内容も、商業作品や導入作品、蒸気のゲームを題材とした、解説書や二次創作導入しさらには、テーブルトーク RPG 用のフィギュアや、ダイス、トランプ、 ゲーム関連の小物といったグッズなど幅広く扱われている。ただし、原則として成人向け作品の出展は禁止されている。また、中古のゲームを扱うブースや、工術のオークション、バザールといった企画もあり、絶版となった作品などの掘り出し物を目当てとした参加者もいる。出展者はオプションでプレイスペースを申請することもでき。 参加者は出展ゲームの体験プレイができる。かつては会場内にフリースペースもあり、買ったゲームをその場で遊ぶことができたが、2013秋以降は増加の一途をたどる出展ブースを確保するため、フリースペースは設けられなくなった。初期の開催では、中古のゲームやテーブルトーク RPG を中心に扱われていたが、一般のサークルの参加が増加したことで、 現在は、同人ゲームを扱うブースが、最も多い。コミックマーケットの、ゲームジャンルでは、テーブルトーク RPG のサークルが大勢を占めるが、ゲームマーケットでは逆に、カードゲーム、ボードゲームのサークルの方が多い。各ブースの出展以外にも、以下のようなイベントが開催されている。ゲームマーケット初期に行われていた同名のショーを、リニューアルし、 2014秋から創設された賞で1年に1回のサイクルで対象を決定する。アナログゲームの専門家が審査を行い、1次審査、2次審査、優秀作品選出、対象作品選出と順次作品を絞っていく。審査委員長はゲームマーケットの創設者である草場淳が務めた。2019秋にて発表の第5回をもって、 終了となった。終了の理由としては、ゲームマーケットで発表される、ゲームの数が増加の一途をたどっている、より多様な意見から選ばれる賞を創設したいの2点が挙げられた。2020年秋からは、ゲームマーケット来場者による投票で選ばれる、ゲームマーケットセレクション、及びゲームマーケットの主催であるアークライトが、製品化を保証する、アークライトゲーム賞が設けられる。 なお、ゲームマーケットセレクション2019は、2020、大阪、及び2020春の開催中止、自粛に伴い、中断となった。その後も新型コロナウイルスの感染が収まらないため、世間の状況が落ち着くまでは同省を休止とし、代わりにアナログゲームの指揮者による、インディーゲームについてのコラムを展開する予定となっている。 ありがとうございます。